古参氏さんは中国春秋時代の帝に仕えた政治家。姓は姫、主は国、意味縄、京、字は、古参、高村京とも呼ばれる。祖父は帝の牧公、父は、古国、古枠に三。弱小国の帝を安定させる前政を行い、中国史上初の成文法を定めたとされる。以下、生涯の記述は、ほとんどが春秋差し伝による。帝は、 春秋時代の初め頃は強国であったが、古産が生まれた頃には弱小国となっており、しかも、帝の地は、北の進む、南の諏訪へのに大国に挟まれた戦略的、重要地であるので、たびたび侵攻を受けて、軍事面でも経済面でも圧迫されていた。帝の九代目、牧公は息子を多く設けており、その死後は、霊公、ついで上公が後を継ぎ、それ以外の子は分家した。 このうち、古良、士官、腰、氏、古豊、古印、古優、古国の七人とその家系が、帝の政権を握り、七厚子と呼ばれることになる。その後、腰が政権を掌握して、政教となり、十四代、おさむを独殺して観光を立てる。腰の外交方針は全く定見がなく、蘇が攻めてくれば、座へに降って進むと敵対し、怒った進むが攻めてくれば、 進むに振って、外敵対するというようなことを繰り返し、周囲の失望を買った。腰も、そのことに気がついており、観光を殺して自ら君主となることでこれを黙らそうとした。これを察知した、異母兄弟の国王は、腰を殺して自ら政教となった。この時に当時、芝を務めていた、国国も殺される。子さんは、国王の補佐をするようになるが、 孤高もまた自ら君主になろうとしたので、子さんはこれに対して、腰が悪いと言って殺したのに、腰と同じことをしようとするのはいけない。と潜めて、孤高もこれを受け入れた。紀元前554年、孤高は観光により中殺され、子さんがその後を受けて、京となった。孤高の死後の帝は、主観の子の古典と腰の子の子に人が政権を握り、牧公の子孫で、 古典の与党であった者たちが失脚したため、この時点で事実上、七の厚氏が成立した。紀元前548年には、古典と共に、陳を攻めて、陳の党を陥落させ、この項で六優を与えられるが、半分だけ受け取った。古典は、紀元前544年に死に、その子のカントラが政権を取る。しかし小川は、自分よりも古参の方が才能があることを、 自覚していたので、よく紀元前543年に古参に、政教の地位を譲った。織氏も、紀元前546年には、進むと諏訪への間で、ユハズ兵の会が持たれていた。ユハズ兵とは戦いを止めるという意味で、平和条約のことである。この機会に古参は、進むと諏訪への就教を取り持つ役を務め、丁に平和をもたらした。内政面での古参は、土地制度、 軍政、税制の改革を推し進めた。具体的にその方策を述べると、土地制度においては、それまで土地と土地との間で区画がなかった高地に、あぜや溝を設けて、整理した。税制、平成においては、おかふという新しい税を定めた。おかふの具体的内容については不明。また当時は、今日、大い市という枠組みが崩れつつあり。 より下の階層である死が力をつけて、上を犯そうとしていた。そこで、子さんは大部たちの協力を得ることで死を抑え込んだ。そして、紀元前536年、中国史上初めての成分法を制定したとされる。春秋佐市伝によれば、三壁という法律を定めて、叶えに行こんだ、という。この法律の具体的内容については伝わっていない。 成分法を作ったことに関して各国から批判が相次いだ。中でも真の献身と言われる羊舌からはあなたが生きている間は良いですが、あなたが死んだ後はどうなるのですか。滅んだ国には法律が多いと言いますが、まさしくそれに当てはまるのではないのですか。と言われ、古さんはこれに答えて、確かにあなたのおっしゃる通りですが、私は、 不才ですので生きている間のことを考えるのが精一杯で子孫たちのことまで考えてやれません。と答えた。なぜこの子さんの行動が批判されたかといえば、儒教的、あるいは老僧的な考え方からすれば、法律を多くして民を縛るのは、亡国の証だという。儒教の観点から言えば、本来は統治者の徳によって民を治めるべきなのに、法律を多くして法を持って、 民を治めようとすれば民は統治者に親しみを感じなくなり、制御を真面目にやらなくなってしまう。となる。同僧的考え方からすれば、法をもって民を治めようとすれば、民はその法に従うのではなく、法の網目をかいくぐって自分の利益になるように図るだろう。となる。このような統治方法の錯誤という観点からの批判と考えられる。また、 身分秩序の観点からがある。当時は相続制度と呼ばれるシステムの中で民衆はひたすら制御に励み、統治者はその民衆を安楽にするために政治を取ると考え、下が上に上が下にそれぞれ変わろうとすることは良くないことと考えられていた。であるから法律を下の者が知るのは身分秩序を乱すもととなると考えたゆえの批判とも考えられる。 ではなぜ古参が成分法を作ったかといえば、すでに相続制度の中枢にあるべき修行室が衰退して久しく、すでに制度自体が機能しなくなっていた。そのような状況下で法体系を大きく変えなければ、下の者の,の不満を抑えきれない状況が作られていたからだろう。上述のように死の階級の台頭を抑え込もうとしたが、 それだけ下の力が強くなっていたということの証拠であり、いわば雨と無知である。その証拠に、定に続いて、宿向きなき跡の進むが、成分法を制定している。このことは孔子に大きな衝撃と困惑を与えたと言われている。紀元前522年、死去。最小の地位にあること21年であった。死ぬにあたって、後継者に指名した、有吉に、 汎用な態度で収めるのは徳を持った人間だけが可能です。事前は厳しい態度で収めるやり方です。あなたは事前の方法で収めるのが良いでしょう。例えば火は恐ろしいですが、その恐ろしさゆえに人が近づいてこないので、帰って消死する人は少ないのです。しかし水は柔らかなので人は慣れ親しんで近寄り、大勢の人が溺死します。 これと同じように寛容な態度で収めるのは難しいのです。と遺言した。その後、古代宿は古参の遺言に逆らって寛容な態度で臨んだが、領内に盗賊が多くなり見られた。古代宿は反省して厳しい態度で臨み、盗賊を捕らえて皆殺しにした。孔子は古参と直接会っており、兄弟のように偶せられて、後まで死宿していたという。 古参の死を聞いた孔子は涙を流して今の世にない人愛を持った人であった。と言った。孔子が最も尊敬した政治家ということで、生の安永などと並んで春秋時代の代表的政治家とされる。また法を定めたことから法家の源流という見方もされる。式においては純理列伝の中に捨てがある。純理とは法に縛られるのではなく、 法を使うことで民衆に貢献した管理ということである。ただしこの純理列伝には4人のつてがまとめられており、しかも列伝69巻のうち59とかなり後ろの方である。作家の陳春心は、次女、中国の歴史において安永が冠中と2人まとめで列伝の第二に挙げられていることを考えれば、かなり扱いが悪いと言わねばなりません。芝線は、 あまり高くは評価していなかったようです。と評している。当時の改定は、兄弟大部マイナス死となっている。春秋差市伝によると、今日は朝廷に出席して君主に対して意見を言うことができる。大部は領地を持った貴族だが、朝廷に出席することはできない。氏は、兄や、大部の家来。なおこれには、異説あるが、この身分階層が通用しないものだとしても、 他の身分階層があったと考えられている。ただし、政教は小川のままで、自席の子さんが失勢として、実際の政治を取り扱ったとの説もある。ありがとうございます。